さんこんにちは。バイオリニストの荒木由衣子です。3日ぶりかなの更新となりました。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。皆様からの動画の高評価ボタン、チャンネル登録が私にとって演奏活動並びに YouTube 活動の糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。バイオリニストというふうに肩書き申し上げておりますが、ちょっと違った切り口で私の動画アプローチを今後かけてまいりたいと思います。付録をご紹介したりですとか、買ってみて、そして使ってみて良かったもの、そちらの方を皆さんにシェアをさせていただいたりですとか、あとはそうですね、コンサートの告知だったりとか、まあ、フリートークが主流になりそうですが、はい、そういった切り口で今後はこちらのチャンネルアプローチをかけてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回の動画はおすすめのラジオ番組のお話をしたいと思います。おすすめと言いましょうか、まあ、推しのですねラジオ番組があります。 NHK FM で月曜日から土曜日、毎週ですね12時30分から14時まで放送されている NHK FM の火曜スクランブルという音楽番組になります。書き方なんですけれども、火曜は歌謡曲の火曜、歌という字に、民謡のようだったかな、ちょっと間違ってたら恥ずかしいんですけど、歌謡曲の火曜にスクランブルはカタカナですね。で、火曜スクランブルと、書きますね。はい。で、私がこの番組を知ったきっかけはですね、去年の11月ぐらいに視覚障害の友人のところに遊びに行った時に、その視覚障害の友人が火曜スクランブルという番組があるよというふうに教えてくれたことがきっかけでした。で、それで私はもともと音楽を聴くことがとても好きなので、聞いて拝聴してみたんですね。そしたらなんか面白いというか、NHK FM らしい番組だな、まあ、NHK の音楽番組らしい、テイストの番組だなと、思いながら、楽しみに拝聴しています。で、パーソナリティはお二人のフリーアナウンサーの方が務められていまして、で、私の、推しのアナウンサーの方がいらっしゃるんですけれども、深澤彩子さんですね。深澤彩子さんが推しのアナウンサー でもうお一方、大内まりこさんとおっしゃる方、このお二方が、パーソナリティを隔週で担当されています。はい。ちなみに、今週は大内まりこさんが担当でいらっしゃいます。はい。で、月曜日から、金曜日が、2部構成になっていますね。前半が何か、なんか例えば直球ラブソングパート1みたいな感じで、こうなんかラブソングをセレクトして、何分でしょうかね、1時間半だから、まあ、大体4、5分ぐらいなのかな、が、まあ、何かテーマを設けて、で後半が、一組のアーティストあるいはグループにスポットを当てて特集をやるという、そういう、2部構成になっているのが、まあ、月曜日から金曜日で、土曜日はですね1時間半丸ごと、同じアーティスト、まあ、一組のアーティストもしくはグループにスポットを当てて特集をやるという、そういう放送の、され方ですね。はい。で、最近知ったんですけれども、リクエストですとか番組にメッセージがどうも送れるということを最近知りました。ですので、ちょっとね生きがいとしてやってることがね、番組に、メールをね投稿するということなんですね。で、
私のことを、深澤さんと大内さんに覚えていただきたくって、水曜日という曜日を決めて、あとは、金曜日あるいは土曜日に、もう一通メールをお送りする、まあ、要するに、週に2通のペースで何かお送りできたらいいなと思ってます。で、ラジオネームを書くということが必須になっているようでですね。で、本当に一番最初、深澤さんと大内さんがですね、ちょっと話が飛ぶんですけど、今月の29日に今日は一日昭和なんだっけ、あーちょっとタイトル長ったらしくてちょっと覚えられないんだけど、ちょっとそこはあえて申し上げました、今。はい、タイトルがね短かったら覚えられるんだけど、はい、耳で聞いただけだとねちょっと覚えるのがてんてんてんみたいな感じですけど、はい、今日は一日昭和なんちゃらってすいません。はい、まあ、昭和のなんか曲を、長時間、違うちょっと日本語おかしい、長時間にわたって生放送をするという番組があるんですが、そちらの方にまず初めてリクエストをお送りしたんですけど、幸せうさこというラジオネームに最初はしたんですけど、なんかしっくりこないなと思って、で次に、思いついたラジオネームが白杖ガールゆい子というねラジオネームです。で、深澤さんの方に、手書きのお手紙をお出ししていたので、ゆい子というのはね、漢字で記載っていうか記述を、してますので、ラジオネームを見た時点で、あ、白杖ガールイコール視覚障害者の荒木由衣子さんだなっていうふうに一発で多分お分かりいただけるのかなとちょっと願いを込めまして、というのと、あと去年の10月から12月までヤンキー君と白杖ガールが日本テレビの方で放映されていたので、ちょっとその白杖ガールをちょっといただいてね、頂戴して、白杖ガール由衣子というラジオネームに、決めました。まあ、火曜スクランブルの方には今後白杖ガール由衣子というラジオネームで、メールを週に2回お送りしようかなと思ってます。で、曜日ごとにちょっと内容を決めていてですね水曜日が、番組の絵のリクエストだったり、まあ、こうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですかっていう、要するにアイデアですねの内容のメールを投稿して、で金曜日もしくは土曜日は、その週の感想をお送りしようかなという計画を立てています。はい、でメールがねお送りできるっていうことなので、これから深澤さんにはメールの方でちょっと応援させていただく、というアプローチのかけ方にちょっと路線を変えてですね、はい、応援をさせていただきたいなと思ってます。ちょっとね、本当は彩子さんとお呼びしたいんですけど、ちょっと、躊躇したがゆえに深澤さんというふうに申し上げてしまったんですけど、まあ、心の中では彩子さんというふうに、はい、お呼びしてます。はい、いやちょっとね、呼び方ってちょっと迷うところがありましてね、はい、なんかちょっと迷ったんです、躊躇しちゃったので、深澤さんというふうに言ってしまったんですけど、すみません。はい、はい、まあ、火曜スクランブルは音楽番組なので、なんか楽しい、楽しいというか、でも私は音楽にはとても貪欲なので、なんかね拝聴してると、もっとこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていうアイデアがですね、泉のはなんかプクプクこう湧いてくるんですよね、泉がプクプク湧き出るように。なのでなんか、水曜日の方でね、アイデア兼リクエストみたいな感じで、まあ、これからもルーティーンでねお送りしようかなと思ってますね。はい、そうでね、土曜日がたまにお出かけしたりとかするので、まあ、その時はね前倒しで金曜日に感想のメールをね
お送りしたいと思ってます。で今週はですね、感想のメール書く内容は決めていてですね、幼い頃に、母方の祖父が運転する車の中でラジオから流れてきた演歌がですね、ずっと気になってたんですけど、要は長らく気になってたんですけど、そちらの曲がですね、今週なんとかかったんですよね。まあ、それについて感想をメールに書いて差し上げようかなと思ってます。はい。まあ、ラジオってそういう魅力ってありますよね。長らく気になってた曲がかかった、出会って嬉しいみたいな、そういう魅力ってありますよね。はい。でラジオっていうのはテレビと違うのが、こう視覚障害者でも存分に楽しめると思える、メディアだと思うんですね。まあ、中にはテレビと同じ感覚で放送されている方とかもいらっしゃって、ちょっと視覚情報が主流になってるのかなって率直にね思うケースもありますが、でもNHK はね、その点配慮してくださってると思うので、はい、その点は大丈夫かなと思います。はい。ちょっとねなんか脈絡のない動画になりましたが、今回の動画は、NHKFM の、NHKFM の、音楽番組火曜スクランブルについて、ご紹介しました。いかがでしたでしょうか。はい。皆さんも火曜スクランブルはね、リアルタイムで聞けなくとも、NHK のネットラジオラジルラジルの方で、聞き逃しというね、過去の放送が1週間聞ける、そういうコンテンツもありますので、火曜スクランブルを検索していただくなりしてですね、ぜひ聞き逃しでお聞きいただきたいと思います。はい。大内真理子さん、深澤彩子さんともに、頑張ってください。はい。ということで本日の動画はここまでとなります。そうだ、概要欄に、火曜スクランブルの URL を、貼り付けますので、もしよろしければ合わせてご覧ください。はい。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。皆様からの動画の高評価ボタン、チャンネル登録が、私にとって演奏活動並びに YouTube 活動の糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。荒木由衣子でした。それではまたね。バイバーイ。